アークトゥルス、または、ウシカイザーアルファー星は、太陽系から、ウシカイザの方向約36.8光年の距離に位置する赤色巨星で一等星。ウシカイザの構成では、最も明るく、見かけの等級がマイナスとなる4つの構成の一つで、単独の構成としては、シリウス、カノープスに次いで3番目に明るく見える。北七星の柄の部分のカーブを延長し、 アークトゥルスを通ってスピカへたどり着く曲線を春の大曲線と呼ぶ。また、アークトゥルスとスピカ、それにシシザベータ星デネボラを結んでできるほぼ正三角形のアステリズムは春の大三角、春の大三角に両剣座のアルファ星を加えてできるひし形は春のダイヤモンドと呼ばれる。アークトゥルスの質量は太陽の1.08倍、半径は25.4倍。 高度は113倍とされる。年齢は約71億年と太陽よりも古くからある、年老いた星であり、太陽と比べて金属量は3割程度しかないことから種族2の星に分類される。恒星の進化では、中心核の水素核融合の燃料となる水素を使い果たし、ヘリウム中心核を取り巻く水素核で水素核融合によるエネルギーで輝く。 赤色巨星分子の段階にあると考えられている。ヘルツシュプルング・ラッセル図上では、赤色巨星分子先端を越えて、最初のヘリウムフラッシュを起こしヘリウム核融合が、始まった段階である水平分子にあるように見えるが、色指数からは、TRGB に至る前の赤色巨星分子にあると、される。可視光で明るいだけでなく、近赤外線でもマイナス2.25に等と、 ベテルギウス、アンタレス、カジキザ・アルセ、ヘルクレスザ・アルファー星に次いで、全天で5番目に明るい。可視光領域でマイナス0.13マイナス0.03等の振幅で変更するという報告もあるが、疑わしい。アークトゥルスは、21個の一等星の中で、ケンタウルスザ・アルファー星のペアに次いで、大きな固有運動を持つ。ハレー彗星の発見者でもあるエドモンド・ハレーは、 自分が観測したアークトゥルスの位置と1800年、前の古代イギリシャで観測された位置が約一度ずれていることを1717 17年に発見した。これが恒星の固有運動の発見となった。アークトゥルスは太陽系に対して秒速 140km で乙女座の方向へ移動している。およそ5万年後にはアークトゥルスとスピカが非常に接近して輝くとされている。 太陽金傍の構成の中には、アークトゥルスと似た運動を持つものは総称して、アークトゥルスストリームと呼ばれており、アークトゥルスと同じ起源を持つ一群の構成とする説があった。しかしガイア計画のデータを用いた2019年の研究では、否定的な結果が報告されている。学名は、アルファー・アブーティス。2016年6月30日に、 国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはアルクトールスを牛カイザアルファー製の固有名として正式に承認した。アルクトールスの由来となったキリシア語のローカッパとーウ、ウプシロンローは熊を守る者あるいは北の守護者を意味する言葉であるとされる。これは日衆運動によって大熊座の後を追いかけていくように見えることに由来する。 日本語では、アークトゥルス、アルクトゥルス、アークトゥルス、アルクトゥルス、アルクツルス、アークツルスなど、様々にカタカナ表記されている。英語での発音は、アークチュアラスに近い。麦を刈り入れる頃になると日没後に、アークトゥルスが頭上に輝くことから、麦干し、麦刈り干し、麦揺れ干しなどと呼ばれた。また、サミダレの季節に見えることから、サミダレ 11月から12月にかけて、早朝に捕鯨に出る漁師が体を温めるために、茶がゆを食べる頃に登ってくることから、茶がゆ星などとも呼ばれた。また、適正外国語が禁じられていた、戦時中、海軍航空隊からの要請を受けた、野尻法衛が、乙女座のスピカの日本名として、新寺星を提案した際に、山本一世がアクトルスを、 ンゴ星と命名することを提案したが、真珠星のように世に広まることはなかった。日本のプラネタリウムや天体観望会などでは、日本ではアークトゥルストスピカは、夫婦星と呼ばれると解説されることがあるが、野尻宝永や北尾光一による、日本各地に伝わる星名の収集、調査の中では、古名としてこの名称を伝えたものは存在せず、比較的近年に創作されたものである。 富山県八尾町には、アークトゥルスを、アン様星、スピカを、姉様星と呼ぶ伝承があった。伝統的に、大角と呼ばれている。これは、アークトゥルスが二十八宿の初めの角宿にもともと配置されており、サソリザあたりを東方清流と見立てて、その二本の角の一つとしたものである。アークトゥルスは、ハワイ語では、鮮やかな星、または、喜びの星を意味する。 ホークレアと呼ばれている。南のポリネシア人はこの星を頼りに、ポリネシア広報で北のハワイ諸島へ達したと言われており、この広報を復活するために、ホクレア号が建造されている。1858年、ドナティ水星の王がアークトゥルスと重なった。この時王を通して、アークトゥルスが輝いて見えたため、水星の王が極めて希薄であることが分かった。 1933年のシカゴ万博の開会式でアークトゥルスの光を就航し、それを動力に変えてイルミネーションを点灯させるというセレモニーが行われたとされる。これは前回のシカゴ万博から40年を記念して40年前にアークトゥルスから放たれた光を使ったものであった。ありがとうございます。